海外に行きたい、海外で活躍したい、世界に貢献したい、そんなあなたにおすすめ、国際色豊かな拓殖大学をここ八王子国際キャンパスからお届けします。海外への一歩は拓殖大学から始まる。学生に聞いてみましょう。大学卒業後に青年海外協力隊に行きたいという目標が高校生の時からありまして、拓殖大学の国際学部の教授の先生が青年海外協力隊出身の先生方が結構多くいらっしゃって、自分の目標に近い先生がたくさんいる学校にしたいなと思って選んだの。特にアジア系を中心に大学の留学制度が充実している。アジア系の言語が第二言語で学べるっていうカリキュラムが充実している。幅広い視点で国際協力っていうのを見れる。自分が好きなことで国際協力を活動するのが本当の意味での国際協力になると思うよっていうのをある先生が授業でおっしゃっていて、国際協力の手段を考えるようになった。外国の人と何を話していいかわからないっていうのがすごい結構あったんですけど、まあ、大学生活で学校での英語学習だったりとか他の言語の学習だったりとか、あとは留学生との交流とかを通じて外国人との交流の機会もすごく幅広くあって、外国人と日本人として接するのではなく、こう人対人っていうふうにもっとこうラフな見方で考えて接することができるようになって、外国の人って考えるのをこう自分の中でこうやめたことで、結構本当に日本人の友達と話すような気持ちで外国人と接することができるようになって、コミュニケーション能力が上がったんじゃないかなって個人的に思ってます。日本の魅力を改めて再確認できた。日本に行ったことがある留学生と話した時に、日本人の人への思いやりだったりとか感謝をする気持ちっていうのは本当に世界一だよっていう話をしてくださったので、私たちがこう当たり前に感じている基準っていうのが海外ではもしかしたらすごく素晴らしいものになっているんだなっていうのをそこで感じました。海外に実際に飛び出してみたことで、日本人として日本にたくさん貢献していきたいなっていうふうに思うようになりました。日本の社会課題を解決しながら世界の社会課題も解決していくような活動をマーケティングを通して実現したいというふうに考えています。海外から拓殖大学はどう見えているのでしょうか。留学生に聞いてみましょう。いろんな人が、国の人がいて、日本人とだけではなくて他の留学生との交流が多くて、そこが一番素敵じゃないかなと思う。いろんな文化、国の人にいろいろ教えてもらうことで、もう世界って広いんだなって思い始めて、そういういいところとかを自分に取り込んで、もう人として成長していきたい。僕の将来の夢は、もっと知りたい、もっと関わりたい、そういう冒険を続けていきたい。高橋さん。はい。普段はどこで何してるの？友達と学食にいることが多いです。もしよかったら一緒に行きませんか？八王子国際キャンパスには学食が3つあるんですけど、私のおすすめの場所はここオレンジカフェ。友達と空きコマによく来ています。いろんな国の文化に触れられるって本当？本当です。八王子国際キャンパスにはたくさんの国からの留学生がたくさんいます。中国人の留学生のことを普段からよくお互いの言語を学んだり遊びに行ったり、新たな発見があってとてもいい刺激がたくさんあります。海外へ行くこと、海外を知ることはなぜ大事なのでしょうか。例えばね、私はルワンダという国によく行くんですけれども、日本車が走ってるんだけども、それは行くたびに少なくなっていくっていう、日本の存在はどん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 薄れてるっていう、そういう世界でどうやって生き延びていくかっていうことを真剣に考えなきゃいけないわけですよね。だとしたらまず出て経験してみる。今世界がぶち当たっているのは、例えばウクライナの問題にしても、それからイスラエルとガザの問題にしてもね、正解がないわけですね。あるいは正解が複数ある、正解と正解がぶつかってるっていう問題なんです。正解のない問いに対してどう答えるかっていうことが要求されてると思うんですね。その時にどうするか、これから何かやっていけるとしたら、センシティビティ、感性とそれからコミュニケーション力だと思うんですね。この大学にはチャンスがいっぱい転がってる。国際政治の最前線でですね、学ぶっていう機会を作っています。タイに学生を連れて行ったり、アフリカに学生を連れて行って、そんな先生がいっぱいいらっしゃいます。拓殖大学はなぜアジアに強いのでしょうか。この大学は123年の歴史を持っています。もともとが台湾が日本のテリトリーに入ってきた時に、自分の力で開いていこうという人たちを育てよう、台湾教会学校という名前でスタートした。インドネシアのですね、留学生を大量に引き受けたり、
今もマレーシアとかいろんな国と特別な関係がある。人種の色と地の境、我が立つ前に差別なし、こういう世の中をどうにかしていかないといけない、その精神が今も息づいているのではないかなというふうに思っています。あなたも拓殖大学八王子国際キャンパスで学び、世界で活躍しませんか？